役職をお選びください。選択肢受けてください。うん、6人とかやってみましょうよ。そうすれば、多分大丈夫な時は大丈夫じゃないですか。3試合ぐらいできれば、1時間ぐらいやってたから、一応9人はできないけど、人狼ゲームしましょう。ボイスチャットも大事だけど、ボイスチャットも結局発言しない人のスルーになっちゃってるから、今日のは結構多かったのは。まあ、俺の人狼も発言してないけどね。おはようございます。トナタマゴでございます。ね。村人陣営塩なしです。進行論はもう皆さん聞き飽きてるよね。まあ占いが一人なら平和村だし、二人出てきたら精査するだけっていう、もうやり慣れた焦げですね。本当にただの発言精査だけでやっていけたらなと思ってます。でパッションを出していくのはいいと思うんですけれども、自分がその釣り位置指定とかするときに なんとなくとかっていうのではなくて、発言だったり、その、なんだろう、白位置出すところとか、なんかいろいろ関係性を見て、何かしらこう、理論づけて言ってくれたらいいかなと思っております。初手なんで、これぐらいで、一旦次の人に回します。よろしくお願いします。6番のプレイヤーが発言します。はい、そうですね。まあ、人狼、普通に考えたら2人占い師出ると思うんで、うん、まあ、そこで精査していって、まあ、LINE も考えながら、狼見つけられればいいなっていうふうに思ってますね。まあ、ただ難しいと思うんでね。まあ、平和になったら平和になったで、まあ、自分がその、城先じゃない限りは、残ったグレード戦うってことになると思うんで。まずは、どういう場面になるかっていうのが大事だと思いますが、おばあさんの場合は、わからないですね。その発言だけだと、まあ、うん、まあ、あまり、あね、決まりきったなんか、テンプレ的な感じではなさそうなんで、村の可能性はあるんですけどね。言ってることはまずおかしくはなさそうなんで。うん。ただまあ、5番さん自身がどんな盤面でも言う進行論だったらそもそも関係なくなっちゃいますけど、はい。なら、2周目聞きます。以上です。1番のプレイヤーが発言します。まあ、6人とかだと軽く、ま、何かあったら終わって次のゲーム行きやすいからね。はい。9人とかだと。占い師3番さん白です。把握お願いします。1試合1試合重いからね。まあ、1番さんはもう、ほっとくしかないので、6番さんと5番さん、ありがとうございます。確定落ちます。3番のプレイヤーが発言します。もう1、2、4に出たわ、もう。いや、よく2番さん、3番に打ったよね。すごいね。なんか、5番さん、6番さん、潜伏してそうと思っちゃいました。え、占い師誰だった ?4? 俺だ。おー。1、2だろ。天候じゃないじゃん。あ、ほんとだ。1から、違う。6から3、天候。はい、6です。1番さんどうぞ。はい。6番です。お願いします。2番さんどうぞ。はい。2番です。はい、3番。おかしなやつがいて、はい、もう。3番にして。一応フォロー入れて。完了してもらって。どうしよう、役外なくて。まあ次の村行けばいいから、サクサク6人部屋で今の時間帯なら、はい、始めていきたいと思います。ただもうバグったら終わりって感じだから、別にまあ、バグるまでの間、役職をお選びください。試合ぐらい、2、3試合できればいいんじゃないかな。僕は疲れたから、ちょっと。役職がランダムで振り分けられます。あなたの役職は、人狼です。あ、もうこのままで。嵐がいても別に。人狼に気をつけ、人狼の方。あ、自由にどうぞ。待ってください。お願いします。あ、自由にどうぞ。OK
OK です。じゃあ占い出ますね。あ、お任せします。了解です。まあもう6人だし、まあギフトが飛んだとしても、まあそれなりにやって終わればいいんじゃない。次のゲーム行けばいいだけだから、サクサクと。誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。1番のプレイヤーが発言します。おはようございます。占い師ランダム6白。把握お願いします。占い師ランダム6白。村の方にお願いしたいことがあって、しっかり趣味から話聞くっていうことと、まあ、情報としてほしいなっていうことと、あと、1周目の段階で、その前者に対して、色つけって難しいと思うんですよ。だから、その、色をつけろとまでは言えません。ただ、印象ぐらいは言えるはずです。その、こういう発言が印象が良かった、こういう発言に対して印象が悪かったよっていう話。疲れない、ね。だから、そこを言っていてほしいかなって思ってて、一番、その、まあ僕が嫌なのが、南波さんに関しては、まあ、テンプレなんで、まあ、2周目ですね。1周目で色は分かりません。それはそうなんだけど、それで終わってしまうと、僕の2周目の発言のタイミングで伸ばせない。で、狼が2周目に、まあ、言いたい放題。まあ、村が落ちであれば、そこの上げ足を取ったりとかね。僕の黒崎、白崎の6番を黒く仕立て上げる。それが一番嫌なんで、まあ、協力してほしいかなと思います。2番のプレイヤーが発言します。はい、そうですね。まあ、一番さん印象を言ってくれって言われてたんですけど、難しいですよね。それまあ、まあ、どこまでいけるかね。印象が、まあ、2試合くらいできればなと思ってたんですけど、それは1時間分ぐらいだから、まあ、まあ、例えば2番とか3番の一番さんはまあ印象普通だったんで、2周目期待ですって言って、3試合くらいできればなと思ってます、ね、いいものを言えば、まあ、割と精査ってできるんじゃないのかなって思ったけど、難しいんですかね。一番さんの進行論なんか特段にいいっていうのもなかったし、悪いっていうのもなかったので、印象付けは非常に難しいんですけど、まあ、パッションで言ったら、まあ、ハキハキとスラスラと喋ってたんで、印象はパッションで言えばいいのかなと思いますけど、発言内容からは普通って感じでした。はい。3番のプレイヤーが発言します。はい、発言します。村人陣営でした。しありませんってことで、マジかって。2番さんそういうのが1番さん多分嫌だって言ってたんだと思うけどって思っちゃったな。うん、1番さんの考えっていうのは結構なんて言うんだろう、わからないで終わらないでほしいってことじゃないかな。うん、なんて言うんだろう、印象について、だからその人について触れてほしいって、前の人とか触れれる人について触れてって、その人をどう思ったか言ってほしいって。私、一番さんの印象結構よく思ってます。まさの位置やしっていうのもあって、結構なんて言うんだろう、村と一緒に協力するみたいな。ん？ちょっと語彙力ないね。村の人にも頑張ってほしいっていうことで、二番さんに関してはちょっと印象悪いかなって。なんかあんまり一番さんの言ったことが分かんなかったのかなって。悪、なんで印象普通だったのかとか、なんか原文取って話してほしかったなってとこもちょっとあったかもしれないって感じかな。はい、以上です。4番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。占い師です。2番さん、ランダム白把握、お願いします。対抗の1番さんが狼なんでね。まあ、1番さんが6番さんにしろっていうことで、まあ、1番さんの進行論を、まあ、完備すると、まあ、多分16で囲ってんじゃないかなとは思ってるんだけど、うん。まあ、で、今の3番さんはちょっと臭かったよね。もう3番さんは1番の老子点をもう全く除外視したのかな。どうなんだろう。印象が良かったとか言ったけど、じゃあ1番老家庭の話を全くしなかったよね。1番が6に白を指しているところで、3番さんはその辺の話を全くしなかったってことは、3番さんはちょっと違和感があったかな。うん、いや多分ね、村だったらね、多分1番なんか初手の位置で何にもはっきり言って6白しか言ってないところで、2周目でしかないんだよねと思うけどね。うん、思いますよって。はい、以上。6番さんの話はよく聞くよ、俺。以上。5番のプレイヤーが発言します。おはようございます。村人陣営、修行なしです。そうですね。先に4番から触れていくと、4番こそ2番を囲ってるのかな。なんか1番さんと3番さんで、
あ、1番さんじゃねえ、3番さんで、2番さん逆にっていう風に、ちょっと、村全体で、あ、確かにっていう雰囲気の中で、あ、やっぱ書くとこかなっていう2番さんなんしろっていうのも、別に一つの、まあ、見方としてあるなっていうのは、まず1個言っておきます。で、1番さんは本当に、うん。まあ、白置きするわけじゃないですけど、特に変なこと言ってなかったんじゃないかなと思うので、2番さんも確かに僕、うん、そうね。変なこと言ってたかな？なんか、ただ、ああ、わかんない、どうしようで適当に投票すると、本当、議論したのが無駄になっちゃうよっていうことを、まあ、わざわざ、あの、ね、初日の意見、立場で言ってくれただけなんじゃないかなと思います。2周目聞きます。6番のプレイヤーが発言します。はい。6番だったらもう2番で、1番だったら3、5、どっちかって感じだけど、6人でし、あ、4人だ、4人だ、4。申し訳ない。6って俺じゃん。4人か、1、3か、1、5だけど。うん。まあ、普通に考えて2番の言ってることが一番おかしいと思うわ。3番が普通だったから、それ評価してる5番っていうのが普通に見えるけどね。だから4、2でしか見えないくらいのレベルなんですけど、気のせいなんでしょうかっていうぐらい。なんかあっさりすぎて、だって、1の進行論に対して多分3番2番であれば3番の方が普通に見える視点を持っている5番も普通に見えるんだけど俺視点は。うん。3番は別に2周目の余地もあったっていうか、その3番視点で笑って1人しか占い師が出てないんだから、それで言ってることが普通に見えるんだから。うん。だから、4人でしか見えないです。1番のプレイヤーが発言します。4番さん黒なんで4番さん今日釣ってほしくて、表面だけの表面上だけの薄い考察をすると2番さんがすごく色を隠しているように見えて、3番さん5番さんが僕に対してすごく気持ちがいい考察をしてくれてるっていうのが表の考察なんですが、すごく怖いのは3番5番に4番さんの相方がいて、2番に対して白を打って2番の投票回収をし、さらに1番5番ないし1番3番というラインを2周目強く見せ、2番の投票を獲得して投票だけは僕に来るっていうのがちょっと怖いかなって思ってるのが正直なところです。あと4番から3番に対して結構不当な叩きが入ってるので、4番3番っていうのは見えたっていうのが、4番3番3番に対して3番は1番が人外っていうことをもう度外視しているって話をしているが、3番ってあくまで1番の印象はいいって言ったまでで、1番が真だとか狼じゃないっていうくだりの話って一切してなかったんですよね。それで4番が3番に度外視してるっていう発言を言えるのって、4番3番だから相方だから気兼ねなく言ったのかなっていうのを4番3番すごく見えるんですよ。3番が2番を攻撃し、4番が2番を白囲うことによって2番の心理としても、まあ3番4番さんがかばってくれたっていう視点には見えるだろうしね、ぐらいかな。で、5番さんに気になったのは4番2番になった理由が明確化されてないので、それを理由しっかり言ってほしいかなって思う。なんで4番こそ4番2番で囲ってるように見えるって話をしたか、それはちょっと雑には聞こえた。なんで4番3番の4番から3番に対しての不当な叩きとかも目伏せた状態で、なんで4番2番っていうのを言ったのか、占い逃れたようにも見えたっていうところ、だから理由を知りたいなと思ったのが5番さん。以上です。2番のプレイヤーが発言します。まあ1番さんの自分への評価はちょっと微妙だなと思って、色を隠したいっていうか、もう1番さんの意見に対して1番言ってるのは自分であったから、色を隠したいようには1番さん目線にならないんじゃないのかなと思ったけど、まあ3番さんと5番さんに関しての精査は、まあしっかり入れてたなと思って、あの3、4が普通見えますよね。6番さんそういう度外視してるから、あの4の相方だったら2で、1だったら3、5って、3、4はあるだろうって思ったんですけど、だって4番さんが真だったら、3番さんが2の印象が悪くなってるときに、4番さん2白だから、結構あれ4番さん死んだったら3のなんていうかな、評価石をしなきゃいけないわけで、村ケアもしなきゃいけないから、4番さんが死んだったらですね、3番さんが2に印象悪くなってる状態で、3番さんの票をもらうためには3番さんの村ケアも必要だけど、もう3番さんの票を捨てるって感じの言い方だったから、4、3はあるなって思ったんですよね。所詮は進行論に対しての話だったから、2、3の1っていうのは。
で、あの1番さんの進行論は、あの印象でいいから言ってくれって、印象普通でしたね、でしかないからですね。17だったね。いい悪いってなかなかつけれないと思うんですけど、普通のことを普通に言ってたなっていう感じだった。まあ、原文を拾ってないって言われたら確かにその通りだなと、3番さんの意見は飲めたなって感じ。3番のプレイヤーが発言します。はい、発言します。1がローだった場合、1、6かなって感じで、1、5とあんま繋がんないのかなとか考えたりして、でなんか私結構4、2よりも4、5が見えてて、5番さんの発言で、なんて言うんだろう、あの、私がちょっと印象いいみたいなこと言ってたけど、そういう場合って4手さんに殴りを入れてる人物だから、そこはどういう風に見えてるのか言ってないんだよね、5番さんって一切。うん。だから、うん、そういうふうに思うけどな。でもな、2番さんの発言も、なんかふわふわしてるからさ、ちょっと。1が2に行ったことって別に間違ってないから。なんかね、1の印象が結構よく映りすぎててね。1がローだったとき怖いなっていう感じなんだけど。なんか4番さんの発言なんか、そう、1周目の4番さんって結構私の発言なんか曲げてきたなと思って、私も雑でしかないと思ったから、私は4行こうと思ったけど、でも2周目の発言、4番さんの発言ももちろん決め手じゃない。聞いて再生差かけて入れようと思うけど、でも本当に理由なしとかじゃなくて、普通に4番さんの発言を聞いておかしい点があったか、それとも普通に村じゃない。新感情で言ってることが多いのかっていうのをしっかり聞いてってから入れる先を最終的に単体で決めていきます。LINE で行くとカングレイチから引っ張ってなんか変な考察になっちゃうからって感じかな。うん、話ねじ曲げてんのが4、1の落ち度はないなって感じかな。はい、以上です。4番のプレイヤーが発言します。うん、いや全然ねじ曲げてないよ。だって結局3番さんっていうのは1番のローシェンの話を全く落としてないから。一番の印象がいいだけで終わってるっていうのは、俺からしたら3番さんが一番の印象を上げてるだけだって、3番さんが狼でやってるかもしれないっていうのが俺の目線だから、何にもねじ曲げてないから、それでそれをさ、なんか不当に殴ってるっていうのが一番の方だからね。いや全然不当でもないのは何でもないからね。だからそれで3番さんがそれで一番の方がね言ってることが落ちたかないって思ったら、一番も全然あると私に思っちゃう、うん、ぐらいかな。俺は全然何もおかしなこと言っていない。3番さんは1番の印象がいいって言ってるだけで、1番が6番に白を指してることで16の囲いがあるとかないとかって、もう発言も全くしてないからね、3番さんは。うん、それを度外視して、俺が言ってることがおかしいって言うんだったら、3番さんがまあそこまでだって思うだけですよ。はい。まあ3番さんが狼かもしれないけどね。でも現状は俺は6番だと思ってるよ。あ、まあ5番はもう俺触れないから。まあいいや。6番だと思ってる。うん。6番おかしいもんね、言ってくことはっきり言って。結局最終的に 4-2 でしょ。おかしいんだって絶対。俺多分1番だと思ってるよ、普通に。で、1番が安直に6に白を出せるところ。で、そのなんだっけ、とりあえず前の人に印象を触れてくれっていう無理なその進行論を言える1番。ね、それを言わない奴がおかしく見えますよって言ってる1番のその視点。わかるこれ。1が6に白、相方に白を出してるからこそ、絶対的に前半1って1番の印象なんかないから、はっきり言って。2周目しかないからね。と思うけどね。うん、俺は16かな ?16、13、15の順で見てます。はい、以上。俺5番に関しては触れません。以上。5番のプレイヤーが発言します。2周目お願いします。そうだな。まあ単体で精査していくのももちろんそうなんだけど、ただ4がもう3と繋がってる気がしなさすぎて、まあ4がもしローだったら2択かなっていうふうに思ってます。で、そうだな。でも3番さんに関しては、まあ、1の、なんだ、LINE の話してないって4番さん言ってたけど、普通に全然言ってたかなと思いますね。うん。本当に言ってた、普通に。で、2番、そうだな、なんか2番さんは、なんだろう、素で黒く見られちゃう人なのかもしれないけど、いや、これわかんないんだよな、なんかみんな怪しく見えてきてるんで、今。うん。ただ、そうだな、まあ、6番さんぐらいかな、なんか今んとこ普通に白っぽいなと思えるのが。うん、だからといって、6に白出してる1が死んだなっていうふうに確定もできてないですし、まあ4だったら4、2だから、あれなんだけど、
やばって、すいません、難しい。俺目線がすごく難しい状況になってるんで、そうだなぁ、まだ1-4決めきれてないんですけど、ただ6番さんの発言で1にするか4にするかっていうのも最終的に決めます。で、以上です。すいません。6番のプレイヤーが発言します。はい、そうですね。うん、嵐いるんで、一応俺、3番にちょっとギフト送るけど、僕だったらこういうふうに自分の席から送られるんで、上からギフトって偽物なんで、あ、まあ気にしないでゲームしましょう。はい。ということで、はい、そういうことで、4-2で、4-3って多分ないから、3番だったら1番、2番だったら4番、5番だったらなんかどっちもありそうな、なんか私の発言聞いてからっていう、なんかどっちもありそうだなっていう感じですけど、基本的に4番に行きます。はい。はい。3番の発言に対する黒塗りがちょっとすごいなと思ってます。むちゃくちゃじゃないのかなと思ってます。はい。まあ基本的に3-1でこんな反応にはならないと思うから、なるんだったらそこで占い師飛ぶと思うんだけど。1番私も5番じゃないけど3番は白く見えてるんで、2番か5番って考えると、4番はどちらもあるんで、はい。1番だと5番だけってとこなんで、はい。4番に行きますが。3番への、黒塗りのように見えちゃうんだけどな。1しか出てない状態でどうしてそんなに強く叩くのかな。これ逆にライン切りしてんのかわかんないんだけど。うん。だから基本的には4番に行こうと思っています。はい。3番にどうして1番にあれやってるのかが僕ちょっとよくわからない部分がたくさんあって。1番しか出てない状態で、2周目1というか、まあ、普通に話を聞いたら3番5番の1周目のように、まあ、一定で、普通以上の、ね、なんか白っぽく感じるのが普通だと思うんで、はい、以上です。全プレイヤーの何言ってんだよ、俺を悪者扱いすんな。もうね、黒く思われてもね、もう、まあ、編集版ではギフトの文字は消すから、みんなが集中して聞けると思うから、うん。まあ、これは、俺はもう紙は任せるわ、一番に。追放されるプレイヤーは、舐めたらいいんだけどね。の遺言を発表してください。俺わかんないね、マジで。俺1号かなと思ったけど、最後。でも6番も最後、結局4で持ってくるでしょ。もう全部わかんないね、マジで。お、全然不当でもなんでもないからね。うん、4番の新視点だと過剰だかなとは思うけど、あんまり1番をプラスに置いた人を院外で見るとかではない方がいい。何の捏造でもそうでもあんでもないからね。それを6番が最後さ、4番が3番に対するのは不当だって言い切ってるところがやっぱり白くに見えてきたんだよな。ギフトによる妨害行為って別に誘惑の世界行ったらなくなるから。まあ、半年だけ我慢してないよ。半年ももう切ってっから。どうだろうね。まあ、グッズは持っときゃいいよ。これ残ってきた永遠に続くことではないんだ。守るもんね。だって絶対に。あ、次のアプリとかがあって、これがシステムであったらあれだよ。2番さんが騎士以外は多分1番守りだから多分無理だよね。あ、ってことは、1番さんは永遠に続くものではないので、ほっときましょう。編集すればいいだけだし、文字を。人狼に気をつけて、人狼の方は。任せます。はい、そうですね。もう任せます。もう1番さんがの運に。かけます。そうですね。2番さんに僕黒打つんで。わかりました。はい、6番さん、2番さんが騎士って出たら、6番さん騎士で1番。出ます。はい。わかりました。はい。準備しておきます。はい。はい。夜。昨夜は、1名の危ねえ、2番かな、騎士がこれ。危ねえ。ゲーム終了。おい、ヒロちゃん、ヒロちゃん、クラウンよこせよ、お前。4人外れてると、ヒロちゃん、早くクラウンよこせよ、お前。大外れだよ、お前、ヒロちゃん、早くよこせよ。6人も増やすぞ、この半年間は。ください。選択しない場合、余っている。ないよ、もうこればっかりは。あ、自由にやってください、自由に。
まあ、6人だったら何か異常なことがあってもすぐ辞められるしね。夜3試合ぐらいはやれたら、ちょっと一回9人やってみましょう。それで終わりましょう。のプレイヤーが発言します。あり次第。よろしくお願いします。自分村人陣営です。3番のプレイヤーが発言します。はい、発言します。おお、なんだ、思っちゃった。2番さんについて印象はめちゃくちゃ悪いです。2番さんが、2周目に思った視点すべて話さなかった場合、結構きついんじゃないかなって、村の勝ち筋あるかどうか不安だなって感じですかね。2番さんがローでやってんのか村でやってんのか謎でしかないです。じゃあもうこれ全然話進まないんで言いますね。私の考えは基本単体で見ていきます。でもなんか人狼っていうのは LINE を切ったり繋いだりできる人物だからこそ単体で見ていきたいかなって思ってます。でなんか村へのお願いなんですけど、わかりやすく話してほしいかなって感じで、早口だったりなんか視点破綻とか、なんて言うんだろう、印象が悪いを、なんて言うんだろう、ローだとか結構言い換えたりすると、なんて言うんだろう、印象っていうのは結構なんて言うんだろう、下がっちゃったりするから、よく人の話を聞いて考え。4番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。占い師五四郎です。はい、お願いします。2番さんが僕は狼だと思っております。はい、あ、2番さんが狼でいいと思っております。はい、2番さんが村だったら別に負けでいいと思っております。それで言っておきます。はい、うん、3番さんは2番さんの村懸念をして、2番さんが村だったらちょっと勝ち筋がないって、いや別にいいんじゃね、2番が村だったら負けでって俺は普通に思いました。はい、もっとしょうがないじゃん。だって村にああいう人がいたらもう勝てないと思いますよ、俺も普通に。うん、まあそれを頑張って言ってるのか、3番さんは狼で2番さんにそういう風な話をしてるのか分かりませんけども、僕はもう2番狼でいいと思っております。はい、思ってるよ普通に。うん、いいぞ。5番のプレイヤーが発言します。おはようございます、村人陣営塩なしです。そうですね、まあ単体で言っていくと、まあ、2番さんは入ってきた時の挨拶から、まあ普段からそういう人なんだなっていうのを思ったんですけど、まあ狼になって相方に任せようでふざけてんのか、村人引いて何もやることなくてただふざけてんのかっていうことで、まあ、特に役職ないのであればもう逆に黙っててくれてもいいですけどね。変にふざけられるよりは本当に黙ってくれた方がいいです、僕の中では。はい、で3番さん、そうだな、さっきの試合でこれまでの話をすると、なんか村人の人にお願いですとかっていう人って、さっき言った一番そもそもなんだけど、結構狼率高いなって思っちゃってて、なんかその発言で村人からの信用勝ち取ろうっていう魂胆が見えるような気もしてます。4僕白把握なんですけど、まあ現時点対抗出るか分かんないんで、特に白とかはしてません。6番さんお願いします。6番のプレイヤーが発言します。はい、そうですね、まあ普通に考えて2番って人狼なんじゃないですか。うん、まあじゃあね、人狼ゲームにもね、チャットの人狼ゲームもあるらしいですから、狼やったらやりたくない、チャット打たない、いや何のためにそのチャットゲームに来てんだろうっていうこともあるんで、そうですね、やる気がない、やりたくない狼。村だったらね、もうね、やる気みなぎってますよ、人狼を見つけたいっていうね。うん、違うね、チャットゲームでもチャットバンバン飛び交うとかね。人狼そうですね。じゃあボイスチャットなら何が飛び交う？そうですね、発言ですよ。うん。って考えれば、普通に考えて2番が人狼でやりたくないってことなんだと思いますよ。うん、やる気が全然違いますもんね。わかんないですよ、3、4、5の話を聞く限り、3、4、5と2と全然違うなって感じますよ。3、4、5、または1番にいるならやる気ある狼ですよ。2番はやる気ない狼です。はい、以上です。1番のプレイヤーが発言します。占い三四郎、2番が何やろ、なんかとりあえずも2周目は聞かんと分からんけど、まあ、2番の発言はなんか結構騎士か人外なのかなって感じたかな。
もしくは2番がなんか菅村でももともとそういうふざける人物なのかどっちかやけど、なんか騎士持っててなんか余裕こいてんのか、なんか狼で別に黒くなっても関係ないやって言ってなんかわざと黒くなろうとしろ狼なのかなって思った。まあ2周目は一応聞くけど、2番は特にそれぐらいしか感じるところがない。で、まあ結構4番から2番、まあこれ3、まあ6番もやけど、なんか2番がなんか人外だって言ってるけど、別に2番って別にその別に人外要素ではないと思ってるから、ただ2番ってまあ精査不能で無理がないことをしてる人物だけであって、結構なんか2番は人外だって決めつけてる。まあ、4から2は結構4番2番も取れそうかなと思った。で、なんか6番もなんか2番が人外だって言ってるけど、それって2周目期間と分からんくないって言ったらさすがに早すぎるかなと思った。なんか2番がなんか騎士持ってて、なんか余裕こいてる場合とかも全然あると思ってるから。2番のプレイヤーが発言します。あ、2番です。ちょっと自分多重人格で、もう一つの人格がごめんなさい、出ちゃったんですいません。僕は、市民なんで、ごめんなさい、さっきの人格がごめんなさい、邪魔しちゃったんで、すいません、僕は市民です。はい。まあそうですね、まあ、自分初心者なんで、あんまりやり方とかわかんないんで、まあでも、なんか今年の10月にゲームなくなるらしいんで、それまで楽しみましょう。3番のプレイヤーが発言します。そんなんで回されてもわかんないしって感じだし、2番さんがそうやって落ち度作ってるから、人狼目線って結構叩きやすい位置だと思うわけ。なんかそういうことされるとほんと迷惑だなって思っちゃうなって感じなんだけど。マジで言ってんの？これきつくないって思っちゃうんだけど。はい。まあ私が思ったのはなんか単純に2がローだった場合もあるけど、2が村だった時ね、人狼が、例えば4がお城さん、4号で2叩けばって。2っていうのは明らかにおかしい人物になるから、なんか自然と芯が上がっちゃうよね。叩かれて正当になってしまいそう。マジで？ちょっときついなぁ。みんな2を叩いてる印象しかないからさ、ちょっと申し訳ない。1が私らね、把握ですってとこで。ちょっと待って、もうなんか発言が、マジで言ってんの？ちょっとやりにくいな、本当に。まあ、なんだろう。もう2番は私は逆に村置きします。じゃあそうしような。村置きします。逆に4561の中に二人狼いるって考えた方が私はいいかなと思ってるから。41の単品の精査に関してはごめん、偏りがわからないけど、1は2について優しい、4は2について厳しいって感じ。ごめん、もう何もわかんない。4番のプレイヤーが発言します。まあ、多分6が人狼だと思う。6番目線で2を叩くのはおかしい。俺目線っていうのはグレイチから狼探すのはわかるけど、6番目線では6番が俺をまず真かろうかっていう精査もせずに、まず6番が2番叩き言ってるのはマジで理不尽。だから6番が多いと思う、普通に。46につながろうに来てるのかどうかわからないけど。まあ1番目線だったら46って見えるにもかかわらず、1番は46って言わなかったんだよね。だから多分16だと思う、普通に。もうこれ多分簡単だよ。多分2番さんの用語も合ってるから1番がね。1番は多分2番が騎士だが狼でやってんだが、なんか2番の用語にやけに回ってるから多分2番村だと思う、普通に。かな。まあ3番も臭いっちゃ臭いけど、でもまあ6の方が臭すぎるよね、はっきり言って。わかんないけど、3番がこれで2番村置きしに行って、3番がローでこれやったらもう超アズトすぎるから、もうちょっと俺はもうこれは追えない。ただ1周目の段階で6番の2番叩きはちょっと不当すぎると思う。まあ俺が叩くのは別にいいと思うんだよ。あと俺は5城しか知らないから。6番目線はだってまず俺が死んだろうかっていう論点から話をまず始めるべきだと俺は思ってるからね。それをしないで2番叩き言ってる6番っていうのが明らかに不当すぎる。それを叩かない1番と3番っていうのも普通に臭いんだけどね。ぐらいかな。まあでもまあ6でいいと思うんだけどな。まあ3もくせえな。6、3、2の順かな。いいぞ。5番のプレイヤーが発言します。1周目お願いします。そうだね、まあ、1番さんが出てくるまではもう本当にもし1が出なかったら3、6かなって思ってました。まあ、最初に、まあ、2が
白だろうが黒だろうがもう叩いていいんじゃないか、通報していいんじゃないかなっていう発言が最初に出たのが、まあ、クロスだなと思ったんですけど、1位が出たので、まあ、3-6はないと。ただその4が相方だった、4がロだった時の相方が全然見当がついてません。1だったら本当に1-6だなと思ったんですけど、怖いなぁ、これ4がローだった時もローだった時で、4-2とかだったらめっちゃ怖いけどね。そうだね。ただ一番さんは2に優しくしてたっていうか、まあ特にあの2を最初から釣ろうとかっていうのがなかったから、そこは印象的にはいいかなと思うけど、まだわかんないっす。ああ、伸ばされた。そうだな、ちょっと考える時間が欲しい。考える時間っていうか、ちょっと紙にまとめるべきだったかな。ただちょっと今の4の4-6のライン切りっていうわけでもなさそうだし、そうだね、3がローだった時も怖いよね、これ。ちょっと時間無駄にしたくないんで一旦終わります。6番のプレイヤーが発言します。はい、あ、もう無駄にしたくない。いや、話したいこと話せばいいんじゃない。2番だとどっちもあれに感じないじゃないですか。4番が手のひら返ししたし、1番が出てくる。仮に1番がローだったら出なかったら2番を楽々するんじゃないですか。1番ロー、2番白だった。だから分かんないですね。うん。だから2番はどっちもあって、あと囲いって感じです。3番は2番の、3番ローだったら2番の白が透けてるとか、なんで。うん。5番だったら結局、4番よりは1番行きたいなっていうなんか感じ出してるなっていう感じだから5、4も見えるっていう。私自体白置きが難しいっていうゲームですね。うん。まあ、なんで2番もみんな村で置くのかがわからないですよ。村人っていう人ってありえないと思う。盤面で。はい。で、まあ2番は怪しいとは思うけど。どうなんでしょうね。まあ、2番、5番が4番と繋がるか、3番、2番が1番と繋がるかですね。難しいですね。ああ、まあ、ちょっと考えていきますが、どっちなんだろうね。難しいね、これね。まあ、2番が陣外なら負けますけど、まあ、その村置き進行があるのはどっち、どうなんだろうね。3番がね、妖怪死を行ってんのかな。これとも5番の、時間を短くするっていうのも変なんだけど。はい、以上です。1番。のプレイヤーが発言します。はい、まあ、4番が2周目狼要素をポロポロ落としてくれたから、まあ、今からまあよ、まあ、これは、まあまあまあ、4番の要素を出した方が多分勝てるかなと思う。まず4番が6番だ、6番が狼だって言ってる理由がめちゃくちゃ不当で、まあ、4番は2番に対して人外だと思った。で、6番も人外だと思った。別に4番と6番と思考、2番が人外って結構思考が似てるにもかかわらず、なんか数な視点で2番が人外っていうのがおかしいっていう謎理論で6番が人外だって言ってるけど、別に4番が2番のこと人外だって思ったんやったら、6番が数なだったとして2番のこと人外だって思っても不思議じゃないから、そこの6番の思考が変だって言ってる4番がそもそも4から6がめちゃくちゃ不当で、なんか1番6番だったら、まあなんか6番狼だったらなんか4番6番って追わないところがなんか1番6番っぽいって言ってるけど、そもそも1番6番だったら4番6番って普通に言えるから、なんかそこの追い方も変だし、2番の弾き方も変。1周目にあんだけ2番がね、まあ、狼だって言ったにもかかわらず、なんか1番が、ね、2番のことを、まあ、騎士の可能性もあるって追ってるっていうだけで2番を弾いてる。4番一気に2周目に思考点が入って2番村置きしてるところも変やし、あとなんか最後になんか6番叩かない、1番3番も臭いっていう言い方とかも結構変やから、なんで、まあ、5番とか6番とか拾わへんのかなって。そもそも4番して1番と3番が臭い、なんか1番も含めて臭いって言ってるのも変やし、しかも1番は6番のこと叩いてるから1番3番6番叩かない臭いって、もうこれも通ってないから、まあ、こういうとこなんか拾わへん、なんか5番が全然拾わへんから結構4、5もあるかなと思ったし、まあ、4番の6番っても結構太いから4、6もあるかなと思った、まあ、2番はちょっと精査不能やから精査できへんけど、はい、だからもう5、6どっちかにいそうやなと思った。全プレイヤーの発言が終了しました。これから。何言ってんだよ、俺を悪者扱いすんな。
投票が終了しました。追放されるプレイヤーは、4番の遺言を発表してください。どっちだろうね。イラさん、ありがとう。どっちだろうね。いや、これで2だったらもう負けだよ。もうしょうがないよね。普通に。いや、6さんが今の1番の話を聞いて納得できたんだとしたら、あ、2番ぐらいなんだ。あ、じゃあ無理だね。これ勝たないね。1、2ロロだって。1、2かよ。無理だよな。だから言っただろうよ。一番の話に持ってかれるんじゃちょっと無理だよね。二番が言ったもんね。全然無理だと思う。かよ。だってさ、六番目線でまずやらなきゃいけないことって占い説だから、それをさ、まず初めに二番精査から入ってるところを、まず逆に一番が先にその六番に対する違和感を言わなきゃいけなかったところ、それをさ、俺が何二番伝えてるから六番も二番伝えてるんだから、それで六番のさ、叩くのはおかしいって言ってる一番の理論の方がはっきり言っておかしすぎるからね。それで納得できた6番と3番っていうのが俺は全く理解できない。占い師と村人とやること違うからさ。それを占い師と村人を混合にして、占い師がやってんだから村人もそれやってもいいじゃんって言ってる理論が一番の理論だからね。それを納得できた6番と3番の思考が俺には理解できないから、ちょっとこれはもう無理です。はい、お疲れ様でした。明らかに一番言ってることって逆に雑すぎるからね。あんな、まあしょうがないね。まあ最終が狼だからもうしょうがないよ。結局全部さ、そうやって適当に言って、印象をさ、俺の印象を下げて、そこで全部印象操作できるのが狼だから、まあこれはもうしょうがない。これは運が悪かった。夜が更けました。人狼に気をつけ、人狼の。あ、任せます。行ってください。はい。お疲れした。はい、お疲れ様でした。5番なんか騎士っぽいけどなぁ。うん、まあ、しょうがない。まあ、盛られたらしょうがない。今日2番買うときは1番安牌だけど、とは言っとくけど、これは2番が安全だけど、そこはギャンブルになるけど、もう1番の運でいいんじゃない？昨夜は1名の方が亡くなりました。1番の運があると思うから、1番に任せた方がいい、こういうときって。これが刺さり出ないで。人狼陣営の勝利。よし、ありがとうございました。ね、何かあった場合は、配送ボタンを使える状態にしてほしいな。俺まだ不透明だから。とりあえず、行けるところまで行きましょう。時間帯、逆にこの時間帯の方が問題ないの？この夜の時間帯だけ、手厚くしてんのかもしれない。宇宙の方は逆に、こう、してんのかもしれない。ということにかけるという。夜が明けました。なんけど。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入り、3番のプレイヤーが発言します。はい。あ、占い師でした。はい。ランダムでね、1番さん白、1番さん白。え ?4 が、2人引いても戻らなきゃ。5番の位置で配損じゃね多分。あ、大丈夫かな。あ、回りくれけど。はいはいはい。あ、ランダムで番の、多分5番の位置くらいで配損っていう。はい、まあ、後半にね、役者がいたら本当助かります、ね。多分ニュアンス的には。はい。まあなんか潜伏どうのこうの言われるけど、自分はもうね、村目線すっきりさせたいから、出ました。はい。まあ、でも考察どんどん伸ばしてほしい。自分これ潜伏することによって、一周目の話全く聞けないんでね、どんどんね、活性化させていこうかなと思ってますんで、はい。できたらね、釣り位置上げていきたいなと思います。できたらなんですけどね。まあ、以上かな。あと、黒っぽいとこ、白っぽいとこ、理由はっきり言ってください。ね。ぽいで終わらせないでください。で、思ったことをね、言っていってほしいかなと思います。以上。4番のプレイヤーが発言します。はい。さんまさんが言ってたんだけど、絶対潜伏した方がいいと思うよね。なんかさんまさんが、話が聞けないみたいなこと言ってたけど、さんまさんが一瞬目出て、いただく段階での占い師の評価が聞けないみたいな感じのことですかね。
絶対2使用、そう、2使用だって 2番の1で、1周目2使用で、で、3番が3使用作ったら結構サンバサの新目っていうのは盤面的に上がるから、そこで3番さんの評価もできるもんだから、絶対潜伏した方がいいと思うんだよね。はい。まあ、これ主観の違いなんで、これを言っても意味ないと思うんですが、まあ、自身はね、あれですね。まあ、単体精査を主にやっていきますね。はい。まあ、個人的には、捏造とか、把握漏れ。うん、まあ、把握漏れもやめていただきたいけど、まあ、発言矛盾とか、一周目できていた何言ってた進行論ができてないとか、そういう矛盾点ってのを黒で見ていきますね。はい。まあ、その感じです。5番のプレイヤーが発言します。まあ、私が思うんですけどね、4番さんっていうのは初日のツリージに入るのかなと思うんですね。なんでかっていうとね、4番がさ、3番に潜伏した方がいいっていうのが、まあ、ものすごい変なんですよ、その指摘って。あなた3番のシーン知ってるんですかって話じゃないですか。で、あなたの相方がなんかもう占いで出るみたいな、会話してんのみたいな。4番って3番のシーン知ってんのかなみたいな。まあまあ、シーンかもしくは、まあ、狂人、まあ、白っていうの知ってんのかなと思いました、4番さんに関しては。だって、その指摘ってめちゃくちゃ不当ですよ。なんだろう、その位置で出たから、じゃあ、偽だとか、死んだでもないし、で、死んだった場合って、そういうなんか変な指摘入れない方が良くないですか。4番さんってなんか、ムラリあるみたいなものの言い方してるけど、ムラリないこと言ってますからね。まあ、釣り位置に入りますよ、4番さんは。6番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。占い師でした。ランダムで9番さん、白です。9白。霊能書書出てください。騎士グレーツリ盤面なら出てください。5番さんが言う通りかな。なんか、3強人4黒とかはなさそうだけど、3、4人道で無駄なライン切りしてる感はあるなと思って聞いてますね。4番の2周目しっかり聞きたいかな。ぐらい。5が拾った良さは結構その通りで、4視点3白の場合じゃないと出なそうな精査っていうか、なんて言う。4番人狼の場合、三四郎知ってる時の精査っぽいなっていうような気がしてます。もしくはライン切りかな。5の指摘はいいんじゃない、まあ、ただ、個人個人特性があるからね、本当に初週潜伏してほしい人間の可能性もあるし、そういう思考の持ち主の可能性もあるし、3、4でライン切るために 無理くり叩いてる可能性もあるもんで、もう2周目聞かには分からんから、まあ、しっかり聞きます、ね、4番については。以上。はい。7番。のプレイヤーが発言します。はい、3が1白、6が9白把握。6番さんって本当に5番さんの発言を評価した？ちゃんと聞いてる？5番さんって4番が相方が占い出るって言って3の芯を知ってるんじゃなかろうかっていう発言。6番がね、対抗黒で見たときに4、3が見えるロジックっていうのはまあ理解できると思うけど、4が3の白が見えてるっていうロジックが全く理解できんと思ってるかな。6番が5番を評価してるのが不思議だなって思ってるかな。4番さんが3の芯が透けてるってことはないと思う。うん、逆に言ったら、その潜伏したが良かったんじゃないっていうのって、3番の HP を下げてるとは思わない。潜伏信者からしたら共感得れるとこかもしれないけど、3の HP 下げてない、下がってないとこって考えたときに、4が3白見えてるっていう5番の評価の方がおかしいと思うけど、サバサ別潜伏しないのは別にいいと思うんだけど、その理由がちょっと引っかかったと思ったかな。盤面すっきりさせたいから出ましたって、よくわからんと思った。浜さんが知ったとき。8番のプレイヤーが発言します。なんか、白黒つくような議論じゃないからな、そもそも。1周目に出るんだみたいな感じが。まあ、俺もどっちかというと、1周目に出るのって理がないよねって思ってるタイプなんで、まあ、だからといって3番の HP が下がらなくてもないし、2000になる理屈はないと思ってるんでね。4番、5番、どっちもなんか、これは正解のような気がするから、もうちょっと違う議論で発展していった方がいいんじゃないかなって思ってますね。ただ4番、5番の方は、4番、5番っていうのは繋がってないよね、絶対にね。わからんな。これはわからん。3番も誰かを精査して、ようやく色が落ちるポジションなんで、まあ、考え方で言うと、6番さんに近いかな。特性がありますかね、人それぞれ。なんかもう、ピンときたこと言えてないんですけど、狼探せてません、正直。9番
のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いしますね。まあそうっすね。まあ最初3番さんがね、俺1しろって言った時にね、聞き方的にね、シーンかなと思ったんだけど、フィーリングになるけどね。うん。だからね、まあ、2周目次第だとは思ってるけど、3-6 だったら俺は3の方がシーン高いんじゃないかなとは思ってるけどね。率直に。うん。まあその4番さんの潜伏したの云々っていうのは主観だから、まあ5番さんが釣り位置に入るって言ってるけど、うん、別に2周目かなって思うから、うん、だから5番さんのそのね、自分の意見で4番が釣り位置に入るってだけだから、うん、まあみんなが釣り位置に入るわけじゃないから、まあ2周目じゃないかな、4番5番もって思ったけど、うん、そんな感じですね。1番のプレイヤーが発言します。はい、そうですね。はいはい。ああ、なんとなく3番が死んだような気はしてますね。うん。わかんないです。やらないんだったら何なんでしょうね。後半1に。同じ猫の格好してるから俺に白打ったの。うん、わかんないんだけど。うん。わかんないんだけど。うん。6番多分強靭の丸からね、二郎って考えなきゃいけないから、そうなると、まあ、9番も含めて、ライン切りしてる可能性もあるからね。だから色が見えてないで4釣りをしてるかもしれない。6-4 でライン切ってるかもしれないし、7-6 とかでライン切ってるかもしれないけど、6番の強靭もありそうだからね。まあ、芯取れないのに2次盤面で、騎手が出ろって、すごい名言があったんで、負ければいいと思います、6番の芯だったら。うん。自分が芯取れない場合に対抗の3番から村が黒打たれたら負けるでしょ。9番に黒打たれて、9番が釣られたら。うん。のプレイヤーが発言します。はい、1が何言ってるかは分かんなかったけれども、今日釣れる位置ではないと思うから省く。私は7番さんの評価が一番しっくりきたかな。7番の6指摘ってすごくクリティカルだと思ったし、6番さんって5番さんの評価本当にしてるのかなっていうのは私も思ったかな。最初3番さんの発言邪魔して申し訳なかったっていうのは思うけれども、3番さんに落ち度っていうのは現状ないと思う。6番さん、5番さんの評価でさ、この発言はいいって言ってて、もう3強4ローはないって言ってるんだけれども、5番さん視点はそれもあるっていう精査だったから、私はあんまり6番さんの5番さんの絵の精査っていうのはしっくりこなかったかなって思ったかな。現状私は7番さんは釣りたくないなっていうふうに思ってます。4番さんはその潜伏云々じゃない発言をしてほしいなって思った。以上です。3番のプレイヤーが発言します。はい、霊能さん出てきてください。旧霊能、はいはいはい。俺はね、釣りたい位置がもう小林さん騎士ね、47ランテージ上げます。はい、もう4番がもう不当すぎる、わけがわからない。で、7番が、その5番のね、発言に対して、おかしいって言ったけど、いやいや、5番の思ったことを言っただけ、もう騎士なんだよね、5番さんが。何、4、7ランテージね。うん、ただ5番の、思ったことを言ってるにかかわらず、7番っていうのが、不当でしかない。だってそれってさ、7番の思ったことじゃないの。だから俺、5番。また来たよ、これ。あともう一人釣りたくないのが8番かな、火釣り。8番は、今日は絶対に釣りたくなくて、今日のランテージは4、7。4は不当すぎる。もう1周目の発言ね、2周目の発言聞いてないけど。あ、ほんと6人目しかしばらくできねえかもな、これ。5番は思ったことを言ったのかからず、自分の意見7番ね、自分がそう思ったんでしょ、7番も。だけどさ、5番もそう思ったんだわ。だから5番が黒くなるわけがない、7番目線。だからおかしい、わかる。だから47のランテージ、ひつりが8番。はい、以上。47ね。番手でーす。これさー、いやもう相当レベルで。今日はどこに行きましょうか。そういう俺の主観ね。5番さんがそう思ったんでしょ。4番釣り位置入るなって。
で7番さんはそうじゃないんで、まあ、4番さんが分かるんでないみたいな感じで言ってたから、3番さんが言ってることに、ね、2目結構落ちたかなって印象。自分が言ったことがおかしい、だから7番もそういうことを言ったんでしょう、じゃあ5番がおかしくないでしょみたいな感じだったから、全く論として成り立ってないと思うね、3番さん。あのさ、もう20分か30分やればバグんのかな、これ。はい、6人7人かでいいのこれ。そういう議論で、まあ、相当レベルでやばいと思う。やべえと。止めに来た人物。で、3番さんってのは、そこ、8番はひつりって、まあ、理由なく言ってるから、全然3、8言ってるラインも結構見えるかなって感じなんだけど。で、8番さんってそれで、狼探す議論になってないからって、擁護しに来て、7、6、5、4の議論止めた感じだから、それで8番さんって、まあ、狼探す議論になってないから、9番さんらへんからも、8番さんって何そういう止めた人物だからなんか。で、あんまヘイト買わない行動してるから、7、6、5、ヘイト飛ばしてない感じだから、って感じなんだけどね。はい。ヘイト買わない行動してるの8番さんだから、普通に3、8ラインと結構見えるかなと思いますね。はい。ちょっと、ここでしかね。8番さん行きたいですね。嬉しい。あ、回線じゃないみたい。あの、俺の人狼だけおかしいんだよ。人狼のね、9人部屋だけおかしいんですよ。回線問題じゃなくて、他のゲーム滑らかなんですよ。デッドバイにしろ、他のゲームって。はい。まあ一番の言うと、ダメな時は、確かにデッドバイですら切れる時はダメなと言ってますけど。はい、人狼はね、明確に。ツリーチは2番と8番でいいと思う。なんかおかしいっす。そもそも8番は狼探そうとしてる人物で。6人村がなんか調子良かったから、もう6人部屋にしましょう。狼探す議論になってないから。これ持ってくれればいいけど、発言だけ聞かせたいんだけど。6人村2回やりましたね。何も問題なかったし。2、30分だったら耐えられんのかな。まあ、ったんちゃいますかね。まあ、6番の話も聞けてないんで、まあ、9番が候補位置で言うんで、9番が。ランテージすればいいと思うんだけど、一番しっかり人の話聞いてるなって思ったのが2番で、うん、まあ2番ぐらいですよね、なんか6番の俺は。俺は持ってほしいんだよ。そうなんだよね、俺っていうのは、だから4番が黒で3番の白知ってる人物なのかなって、まあ、白っていうのは狂人も含むんだよね。そこをなんか、まあ、6番はまあ3強、4ローはないっていう、まあなんかちょっとちぐはぐだなと思ったけど。6人村はね、2回やったけど問題なかったんですよ。7番さんはまあ、どう、わかんねえな、俺。これ今、不具合起こってる。なくて4番、4番、1番。しょうがないから、もう今。こんな感じです。6番のプレイヤーが発言します。入りのタイミングで。まあ、あの3人目で釣り位置上げる人間は大抵人狼じゃないんで、あっても狂人なんで叩きませんでした。僕3番黒軸だったら2番つながりそうだなって思ってるんで、僕3、4人狼ないと思うんですよ。3番が2、7ラン上げてる中で、4番が8に釣り位置を動かす必要がないから。見た目以上に不安定です。しかも多分8番って釣れない位置だから、初心の議論聞いてて。3、4ないんで、4番多分白。これ6人やりますよ。てか6人だったら問題なかったら6人やろうかな。聞いてる限りで人が7人。で3人人狼短い試合じゃないと思う。いいなのかな。そもそも2番が一番釣りたいので6人だったら問題ないかもしれないから、6人をしばらくやってみるっていう手を使うしか。いくつも上げて、本当の画面は今ね、そこを釣りたくないって言ってる2番に対しての。完全なしとかだったら、最悪不具合起こっても発言は聞けるからね。あの発言規定だったら2番にセッサのみはずだから、相方だから発言しなかったんでしょ。で一番いやー問題ないかと思ったけど、ダメだね、絶望だね、日々。6番は芯も取れないくせに騎士を出すのか、みたいなことを言ってるじゃないですか。これね、僕にとっては結構セッサが難しくて、強人で占いもらいに来てる可能性もあるし、人狼で占われたくないからわざと喧嘩売ってる可能性もあって、あんまり普通の議論じゃ、普通じゃないんだな、話聞いてる限り一番が気になってる。あ、5の伊藤君で4番片方釣りちゃげんだったら2番あげてほしいです、僕からは。以上。
無謀でしかねえよ。9番さんの乱世次第だけど、現状は4より8釣りたい。2番は現状何も拾えてないけど、純粋に俺おかしいこと言ってないから、無謀でしかねえよ。うん、8番が釣れない位置ってのが分かんない。俺さ、2画面にしてるからまずいか。実際8番が狼探してるって5番の評価も全然分からんと思ってる。の画面落とすか。前の議論の話聞いてさ、そこから狼探せる議論じゃないから進行論話す？前の現状その議論になってる、うん、その中で自分の視点を落とすことって大事だから、8番さんって俺何も落としてない人物だと思ってる。かな。うん、3、6の比較、現状でどっちが偽ターンまでは言えないけど、絶望でしかないんだけど。5番が狼だなんて言ってないよ。うん、純粋に5番がね、あの4番が相方が占い出るっつってんで、3の白見えてる状況で3に言及してるって言ってる、5番がその視点の狭さとそのロジックが全然理解できない。絶望でしかねえから、ちょっと再起動。いいことをしてる。4番が3番の HP 得したからよかったじゃない、よかから、可能性自体はもう今最近ただ4があの狼で3の白透けてるっていうのを言ってかもな、それだけで分かったかと思う、うん、で6番が言及してる内容、5番とは発言してる内容が違ったから、ちょっと今日はさすがに急に無理ですね。6番が5番に言ってること発言聞いてるかさすがに多すぎる、どの時間帯もあるんで、うん、ただ6人は可能かもしれないから、6人もちょっとだけやるかな、にしても心証悪い、だから3番が信用らない自称するんだから6人が多くなるかもしれないです、これから。うん、6の3つだけめっちゃ思ってたから、めっちゃクリティカル。だけど3人で会うのは早計じゃねって思ったら部分はあるかな。みんなの、現状2番が一番釣りたくない。あれの方がいいかも、逆に今は。こういうふうに2画面にすれば最悪。発言します。釣り値は言わずか、7番さんに関しては。みんなの意見。でもね、7番に指摘された通りね、あの5番さんは俺のこと人を探す。見た目、あれに見えないんだ。見た目、感染。鉄を入れに見えないんだ。今ね、再起動中なんだよ、俺実は。自覚はしてるんですよ。釣り位置ベースで言えてないし、誰も殴れてないから、あの、オオカミを探せてるかっていうと、自分ではそうは思ってないんで、ただ本当に、一周目は本当にオオカミを探す議論になってないから、わからないっていう話をしてるんでね。うん、2画面が悪いなら、6人であるとっくに昔になってるはずなんで。まあ、殴られたっていうか、釣り位置候補に上がってるけども、まっとうだと思っていて、まあ、4番もね、あの、ヘイトを買ってないから、釣りっていう風な視点を向けてんだけど、その理屈はちょっと違うなと思ってるかな、狼の探し方として。うん、普通4番目線で俺のことを精査不能位置だから霊能能力を当てるのに最適だよねっていうのであれば、ね、こういう時の対象をどうすればいいんだろうね。ヘイト買ってないからとりあえず8番ずっとこうっていうのはあの不動の精査だなと思ってますね。普通に発言聞けないし大問題。占いに関してはちょっとわからんですね。あの3番の俺のなんか村はじきに関してはよくわかんないです。で、6番さん目線では4番さん視野に入ってないみたいなので、4番さん釣りたくない人なのかなって思います。何かあっても別に、まあ、次に行こうかって。はい、7番さんはなんか、とか並ぶ一つ一つが重いから。まあ、俺のことめちゃくちゃ釣りをしてるわけじゃないから、もう、まあ、理由はちゃんと俺ははじけないよねっていう目線を落としたのは、まあ、よかったんじゃないかなと思ってます。はい、よろしくお願いします。まあ、そうっすね。小判さんは47定時かな。うん。78あたりでもいいかなと思ったけどね。今の発言聞いて。まあ、これ好きなところ入れてもいいんじゃないかなって、個人的には思うっすね。だから4番さんのちょっとおかしかった点が、率直にね、3番をね、もう、強靭を期したり、そういう盤面見えてるなって思っちゃうんだよね。この盤面で霊の太鼓も出なかったでしょ、だから占いに心境が出てる可能性が高いから。今日はどこに行きましょうか。今の7番さん8番さんの感じだと2番さん釣らないで結局釣り位置ってあの7番さんに関しても4、8しかないし、ダメだ。8番さんに関しても4、1本しかないから。友人部屋がもう絶対しかない。今日はどこに行きましょうか。あんまり色見えないなって思ってんだよね。7、8あたり1本。7番、8番も2白置きしてるから。っていうのがベストかなと思ったけど。まあ、好きなところ入れればいいんじゃないかなっていう感じですね。今日はどこに行きましょうか。最終の発言ももう一回聞けるんで、
はい。今日はどこに行きましょうか。バグ、完全にバグ、こんな時にバグってる。ちょっと6、9人ちょっと無理かもね。だんだん悪くなってきてるよ。まあでも6人ちょっとやってたり、ジャッジメントやってたり、宇宙人やってたりして、時間潰しましょう。この時間帯の3、4時間ぐらい時間返してほしいわ。デッドバイデイライトやりたいわ。時間の無駄でしかなかったわ、この。まあ聞こえないよね。一応俺は6人外7番に行きたいけど聞こえないよね、これね。困ったね。戻れないから聞こえないよね、もう。俺の発言多分聞こえないよね、これ。これさ、ダメだね、もう。しばらくもう俺とマッチングでしない人増えるで、これ。6人部屋で お茶に濁してるしかないんだね。はい、聞こえてますでしょうか。聞こえてると思ってるよ。これは一番さん戻ってくると考えてグレー詰めでいいかな。一番さん普通にやる人だから、じゃあこのまま進めるグレー詰めで行きましょう。一番さん、どこに行きましょうか。じゃなく、ね、2周目聞いた段階か、6番の、どうすればいいのこれ。なんか私はクリティカルだなと思ったかな。3番目線、なんだろう、7番。戻ってきた。まあ、4番は私2周目だったけれども、7番を初週段階かすごく評価していたにもかかわらず、3番って2番に一切触れてないんで。バグです。これは3人に見せたいのかなと思ったから、ね、6番の3番して、こんなに連続で試合してバグっちゃうとね。6番目線、2番単体ではなく3番派生で2が怪しいっていうのは真っ当だなって思ってたかな。優しい人たちに申し訳ないから、いるとかなんか6人とか。で、3番さんが7番を怪しんだんだけれども、7番って自身でも言っていたように5番のことを別に怪しんでなかったし、どっちかっていうと3番のことを保護していたのに、3番が7番を釣りたいっていうのが私には分からなかったかな。7番さんって初週段階か、3自身潜伏云々言った、潜伏しようかどうか迷ってるって言ったけれども、それで3の HP は別に全然下がってないよっていうふうに、フォローに走っていたにもかかわらず、ランテージ上げるのが違和感だったかな。3番ローだった時7番はないと思ってます。絶対絶望。はい、以上です。俺は人思いに私を釣ってほしい。地獄でしかない。もう。しょうがねえだろうな。釣られても文句言える立場でもねえよな。いやー、これ9人がわからないっす。6人の方はなんか普通にできてるんですよね。そう。いやー。しょうがないよね。投票が終了しました。ね、1番の遺言を発表してください。1番。これないよね。バグってる。バグってるから早く終わってくれっていう。だけど、なんねえ。バグですね。無念だよ。無念だよな、もう。これわざとできないから、ほんと。まあ、ちょっとね、6人はできそうだから、6人やるしかないんじゃない？もうこれ。9人は様子見よう。しょうがないね。ずっと見てる人瀬さんとかね、申し訳ないけど、こういう状況です。9人だとなんかね、今日4回連続バグってます。6人が2回問題なかったから、6人、7人でお茶に濁しながら、6人とかだったら、何かあってもすぐ終われるから。うん。あと2日で終わるから、6人ってそもそも。
いやー、もう地獄でしかねえ。俺、申し訳ねえね、皆さん。俺もね、どうしようもできないの。今ね、更新内容読み込んでるの。あ、これ無言だよ。動画内で俺が言ってるだけだから、みんなの前で俺無言だから。無理よ、バグだから。接続切れが頻繁についてることで察して、異常なことになってんの、俺の中で。だなぁと思ったもん、もう2週目に。2週目まで持たない、全部、今日は。やっと無理。本当の画面が今やっと戻れるから。しかも、今遺言だから無理。夜が更けました。人狼に気をつけてください。これしかもね、本当の画面で戻される可能性がある。本当の画面がね、まあ、ぐるぐるしてるから逆に、接続不安定なんでこのままにします。本当の画面が、本当の画面ね、ぐるぐるしてます。本当の画面一応一瞬だけ見せます。一応、こんな感じです。こんな感じです。だけど、このままの状態の方がみんな聞けると思うんで、最後まで話を。昨夜は誰も余計なことすると、余計なことすると、多分みんなに話聞けなくなるんで、もうほっといて、これは。あ、ちょっと待って、3、4クロか。4クロね。で、6が2シロスか。なるほどね。こいつ狼です。俺騎士なんだけど。で、英霊結果が白ね。はいはいはい。ログインしてくださいって画面になってけど、下手にログインするとね、ますますバグっちゃって、今度バグるとね、俺ロビーに戻されるから、このままの状態にする。聞こえねえな。戻る。このままの状態。やばいか。うん。今日はどこに行きましょうか。このままの状態で耐えて。なんか変な状態になってね、これ。あ、これ感染の画面ですね。今日はどこに行きましょうか。でした。初9番のプレイヤーが発言。4番が自爆した。4番が自爆した。だからだ。はい、お願いします。画面的には4番が自爆。4開示。なんで4開示だよ。うん。だとしたらもう。やる気ないんじゃない人狼。噛んでないっしょ。それともグッジョブ起きてる？わからんけど。両方が7白。3声で。3でグッチョボ来てるかもね、これ。勝ち目ないでしょ、人狼。無理じゃない ?7 白でしょ。はい。まあ、5番さんに任せます。はい、昨日釣り位置まで明言できなくてすいませんでした。4、8で比べたときに、8番さんが自身でも言っていたように、オオカミ探せてない議論をしたっていうふうに認めていたし、色落ちする精査してないって8番さん初週に言っていたんだけれども、7番さん目線の6番さん指摘とかは結構色落ちをするものだったと思うから、そこを精査しないのはちょっとどうかなっていうふうには思った。音聞く方を中心でやってるんで。だったんで、4、8比べた時に今、感染画面だからね、結構こういうふうにログインし直してるけど。1番さんが投票もできなかったことから1番さんに言ってもらってよかったなっていうふうには思うけれども、私目線は6と8を釣れば、今日はどこに行きましょうか？終わるのかな。3番さんの黒囲いっていうのはあんまり追ってないかな。新居だったってことこれ。6番が2白、3番が4黒。その後7白白。したらね、マークつけるとバグりそうだからマークつけたくねえけど。7角白。かな。
え、今の自爆じゃないの？6番さんが2周目に4番さんを結構釣りたくないっていうふうに言っていたように私は思っているから、あの短時間で話終わったの？4番さんに対してああいうふうな発言は狼なさそうっていうようなことを落としていたから46はあるんじゃないかな。心境なんじゃね。8番さんに関しては5バックもあるからな。4番さんに対してはあんまり触れてなかったように思ったので、2番って多分限りなく白になるのか。はい、6、8で終わると思います。いやーもうなんとなく分かってね。3番がね、1白から4黒から7白。6番が、はい、おい、俺の芯を切っていたやつ誰だっけ？9白、2白、7白。芯爆上がり中でーす。まあ、7白なんだけどね。ね、4、俺も4釣りたかったけどね。だから4が自爆するってことさ、4、だから2番に言ってた4、6ローってなくない？めっちゃよくない ?4、6ローで。4自爆でって。今日はどこに行きましょうか。あのね、本当の画面がね、今日はどこに行きましょうか。あ、自爆か。これなんだよ。本当の画面が一路でもなんかあるとね、多分ね、もう俺ロビーに戻されるんだよね。人狼ではありません。とんでもねえ番組になってる。ロビーに戻されるの覚悟で、ロビーするか。本当の画面で。いやこっちの画面がとんでもないことになってるから。入ります。1番。本当の画面これ。プレイヤーが発言します。その画面こっちなんだけど、ただ次の番組はもうやばい。次の番組は絶望。とんでもないことになってるで俺。うん。あやっぱり戻された。やばいこと。あ完全なしだから見ればいいんだよ。どこ部屋だっけ。やべえ、やばすぎる。どうしたら俺、こっちのあれも使い物になんねえじゃん、もう。聞こえねえのかな。やばすぎるわ、もうよ。絶望だな、ももう俺どうしたらいいんだろう。とんでもねえ村にワープしてるしさ。なんで俺が占い師になってんのかもうわかんないし。どういう風になってんだろう。もうこんな感じでバグってますよ。俺全然さっきはずーっと感染なしの部屋が突然バグってログインしたら、競技村に移ってるとかさ。あすやべえだろうって思う。実際の画面よりは完全の方で覗いてみますか。定期的にこうすればもうさっきの部屋終わってんだろうけどね。終わってねえなあれ多分3日目飛ぶな。番組発生してるから多分新境なんだよ。多分あれ新境なんだよ多分。あ発言聞ける。レイヤーが発言します。よかった。うん。6番のシーンはもう切ってるかな。6番シーンなんか多分ないでしょ。3番の視点で4黒見てね、自爆してんでしょ。状況って考えたら、6番が相方って考えづらいって思うのって自然なんだよ。4番の相方が28で言うのだから、6番の視点で
あの自分が取られて8つって終わらなかったら3っていう思考になるのがおかしくない？2、7に教授がいるっていう懸念はないの？でも音が聞けるよね。盤面上でも3の方が真に見える。本当の画面っていうか、俺2番人外だと思ってる。本当の赤はもうこのまま。2番3が1が接続切れてる状況下で、1はほっといて他行きましょう。1番白で4黒って状況下だったら余計に4ってめちゃくちゃ見えるって思ってる。うん、教授もあり得ると思ってる。仮に1が釣られる状況下にあったもん、あったと思う。接続切れてね。人がみんなにで、1の色見て黒だった場合って3の2世が確定する。2番が3、6進路って見えてて、うん、教授ってのもあり得ると思ったから昨日2番入れた。2、4が筆頭だと思ってる。ただ、6釣って3番が2番占えばいいだけだと思ってるから6釣る。まあ、それ以上ないかな。まあでも2番釣ったら終わると思ってるよ。裏の感情で1が落ちてる状況で1残して8行きましょうっていう思考がまず人外だと思ってるわ。4番黒だよ。3、6の新旧が見えてる状況って、8のね、あの村を釣って、あの騎士買いました。もうその時点で、あの PP 場面。要するに2番が人外に見えてる。って思ってます。まあ、右には従う。6釣ります。8番のプレイヤーが発言します。6番さん接続消えたけど、この村大丈夫っすか？6番、3番、釣り切りです。あの、なんでこの進行がわからんのかって思ってますね。縄が増えてて、4番、3補足できてるから、3番、6番、釣り切りですよ。で、その上で、まあ、進路、わかりますね。釣り切ってはなかった場合は、僕目線は2番、2番の目線は8。その精査をすればいいだけの話です。まずやるべきことをやるべき。てか、9番さん、ほんと帰ってこないか。なんか、ゲーム性崩壊してますね。とりあえず6番さん行きます。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは6番、6番の遺言を発表してください。遺言を発表してください。いや、ちょっと7番さん、さすがにひどいよ、精査。3番でグッジョブ出てるって言われてる状態で3、4人狼追えっていうの？ありえなくない ?3 強人4、8にしか見えないでしょ？だから8釣りして手っ取り早く終わらせるのか、もしくは6、3釣り切ってから8投票するのか、9番さんに任せますよって言った。これ何が芯切れる要素なの？8がね、7番さん昨日の2週目までは8番が怪しいけれども、今日になったら2が怪しい。3、6をするという進行はね、隠しろだけど、よっぽど3、6のローを追ってない限り無理。3、4とかはあるんだけどね。4、7釣りって言ってる中で4番が8釣りに動かしたから。僕の新世界も一応、3、4で追ってもよかったと思うよ。まあ、だから、3、4だからあの自爆タイミングがあったから。考え直して、7の6の芯が切れる要素ではないので、6芯、2白、3釣り、8釣りで終わる村です。ぐらいかな。まあ、例えば2番さんの2周目で7釣りから外してるけど、2番が7番釣らない場合って多分4番釣る思考になるから、2、4人狼だったら絶対しないですよ、7外しは。わかるでしょ。以上。夜が更けました。人狼に気をつけてください。三が見なったら、まあ、ほっとできるけど。三神が、三神がないわ、やべえっていう可能性あるかもっていう。ローも今日も出てくるっていう。まあ三神がまあほっとするかな、ちょっとは。あの、縄的にもう最後の戦いです。もう言っときます。俺村なんですよ。あー、これは、これは、二の隠しろはでかいけど、ね。結果ください。八黒、オッケー。あ、二隠しろ。八なんか二黒だと思ってたわ。二隠しろ。二番さんめちゃくちゃ弱かったもん。二四だった場合に七を保護しないって言ってたけど、三四はものすごい強いんだよな。八つって三六の強靭とともに PP できる盤面だからね。六番に言いたいのはね、六番が
自分の釣りを飲んだとしても3番釣ってくれ。ただ3番がニクロって言った場合に2発って裏が迷うんだよ。その時の考察って必ず必要だから、うん、6番が2白持ってるだけで終わる話じゃない、うん、純粋に3が4黒6が2白って状況か4黒があの開示してる状況か3の進路が高いからだから発言で落とさないといけない。6の進路は切ってる。8いきます。8番のプレイヤーが発言します。9番がいればな。7、2、うん、俺が強靭、あ、強靭いるわ。やばいわ、6強靭じゃないとやばいわ。ダメだね。いるわ、強靭が。芯切られちゃったね。俺もだって6番さんの芯切るの。あの盤面的にも。なんだこれ。ん ?3、4 の黒囲いか。3、4の黒がこれだね。6番に白だもんね。どっちみちさ、これ、釣り切ってる余裕なかったんだよね。これ。9番が戻ってくることを5に3番構わなかったの ?9 番が。4番の自爆タイミングは3、4を示唆するような気がするんだけど。9番さんが生きてたら3番さん行ける。9番が生きてると、で、ただ、3番さんが生きてたりすれば、8視点。接続系じゃなければ、復活してれば3番いけるんでしょ。9番がいると、いや、これもう、なんだ。3行って8です。9番いたら勝ちです。勝ち確です。9番のせいで負けますね、これね。9番が戻ってこれれば勝ち確です。3番いて8で勝ちです。27の村確定するんで。ただね、9番のことは俺は攻めれねえんだよ。多分9番も俺と同じ状況になってる可能性があるから。アンドロイド派聞きたいくらいの勢い。この、そうなんだよ、ね、接続切れの人を僕はね、あんまりね、まあ、同じ現象に合ってる人がいるからね。占いが新居なのであれば、4番の自爆タイミング。終わるんだよね、占いが新居、9番がいれば勝ち確だったんだよ。絶対に。強靭心がないんであれば、1が強靭か、7が強靭かなっていうふうに思ったんだけど、7の言う2が1番に行かない要素っていうので、2番のことを人外視してるんでしょ。1番が私は接続に入れっていうのから、普通の今みたいな状態に戻ってたから、いるんだなって思ったから、1は1を外したんだけどね。まあ、それが人外要素って言われたんであれば、それはしょうがないと思います。はい。はい、以上です。8番村だったらごめんね。今日はどこに行きましょうか。はい、なんか2番、俺に投票してきそうやな、この雰囲気。8つって終わり。はい。余裕でした。以上、8黒。はい、終了。2番の方が評価取できると思った。2番の方って3番疑ってんだよな。まあ、8に行くしかないけどね、4番の自爆タイマーが気になるが。4番の自爆タイミングが気になるが、本当は9番いたら勝ち確です。終了しました。まあ、行くしかないよな。もうやっぱりそれが、遺言を発表してください。おかしかったんだよ。確定で巨人いる。だと思ってたから。うん、4番のね、自爆タイミングが変なんだよ。あの、もう次。4番の自爆タイミングが非常に変なんだよ。あのタイミングが3、4示唆するんだよ。だから多分7番強靭の。9番がいたら勝ちだったんだよ。もうこれ、勝てる未来ないよな。勝てない。3番、4番、これなんだ ?9 番の接続切れ見えてたんか。俺、いつから9番が接続切れ、あのね、4番の自爆タイミングなんだよ、ね。3、4の黒が。気になった。あと3番がそもそも噛まれてないの変じゃん。いよな、5番が噛まれてるのと4番の自爆タイミングなんだよ。3、4を終える状況は。多分ね、俺が釣られたことが大ダメージなんだよね。7番でも釣ってれば、光はあったんだけど。ただ6番が死んだら負けていいと思ってる。あの、自分が芯を取れないという最悪の事態を想定できない人間が死んだったら負けていいんだよ。負ける可能性というのをまず村のために考えなければいけない。
石は出なくて石に取れなかった場合に村に黒を打たれるからやめてほしい。これでなければやっぱり真の占い師の器には ないんだから。まあそれ以前に4番の自爆タイミングなんだよ、気になったのはな、唯一。7番、9番のプレイヤー3番が後噛まれていない。え？え？ 7 番の方が強靭だと思うけど、これ。ああ、もう投票できねえからどっちでもいいのか。どっちでもいいのか。9番が戻れば勝ち。まあ、7番で巨人でしょ、多分7番の方が。迷いがないから。3番のプレイヤーが発言します。多分。俺の芯を切ってったやつ、誰や？ああ！はい、お疲れ様。2番黒じゃないでしょ。俺の芯を切ってたやつって、切ってたやつが正しかったんじゃないよ。3番の芯追ってた方がおかしかったんじゃないよ。7番、投票見れねえんだけど、7番とかが今日、7番か2番が俺に言ってる方が多分強靭だよ。あー、わかんねえ、これ。3番、2番じゃない。2番ではないよ、これ。2番ではない。8番か7番だけど、8番の可能性はあるかも。2番。でもな、諦めろって。あんなことやん。上着が悪い、ほんまに。負けないや、君は。もう9番帰ってこない。2番のプレイヤー2番は村だよ、うん、7番だと思う。8番か7番だけど、多分8番があれやんねえだろ。ずられにかかってんの。だって PP だから投票3番にしないから多分7番だよ。うん、7番だよ。7番。ああ多分7番だと思うんだけどな。推測。今日はどこに行きましょうか。7番っておそらくこの投票結果で見ちゃうと7番なんだなって分かるけど。ああ、5日目ってあるんだ。なんかすげえバグってっけど。さん、頼む、どうにかして。三路、三四路路、四番の自爆、三四のライン切りがあったから絶対四番行かなきゃダメ。占い師は一名の方が亡くなりました。九番がいたら勝ち確だった。無念。番、俺もそれに釣られたのが痛かった。人狼陣営の勝利です。うん。